私を田舎者の重視と思ってもらっては困る。剣の腕前はガスコーニュでも有名だった。パリといえども私の剣さばきには誰もが見惚れるだろう。ライトがモノミヒトメの演技に応えている。あまり見ない顔ですね。しかしその腰につけた剣、ただものではないと思われる。あなたは拙者、名はアトスというもの。ちょっとそれだと日本の時代劇になるのですが。だって昔話ってこんな感じでしょ。ここは13世紀フランスのパリ。パリ、ボンジュール皆様、私と勝負してもよくってよ。かかってください。それはどんなコンセプトです。いや、フランスって言ったら西条クロディーヌみたいなことかなと。やってられません。何でもいいから剣で勝負しましょう。さあどうぞ。お姉ちゃん、もっとおしゃべりで見えっ張りで勉強できない人になってクールすぎるよ。睨まれた。